相模原神野川キャンプ場に来てます。僕はお肉ロース食べたいと。あ、ロース食べたい。これロースで食べたい。あ、これロース。もうロースを食べてなんか一言言いたいんだったら、もうキーホルダー絶対これ持って、なんかご利益ありそう。あ、何もう一回なんか今変えてない。はい、どうもサイ&コー DJ コーです。どうですか、キャンプに来てますよ。今日はですね、相模原神野川キャンプ場に、毎年恒例でですね、エベックスの仲間でやっております、有志のみんなでやってるキャンプに来てます。わー、なんか久々にキャンプに来てですね、もう日は暮れちゃったんですけど、さっきまで LOL のゆうすけとモカとかねいたりしてね、いろいろと久々にわちゃわちゃ楽しみましたんで、その辺もこの後ご紹介していきたいと思います。どうですか、やっぱり焚き火はいいね。本当に自然のこの川の音の中でパチパチいってるこの炎を見てると、やっぱり気持ちがリフレッシュするんで、今日はそんなキャンプをですね、ざっくりではございますがご紹介トゥデイズしましょう。今日始めたんですね。次なんだと思うな。まずはあれなんです、すき焼きって順番、並び順があるんですよ。え、フォーメーションあるんだ。ありますよね。え、今ちょっと確かめ、自分で分かってないけど、あんねんあんねんあんねん、あの、なんかの隣は硬くなるからダメとか、そういうのありますよね。ああ、はい、あるよね。そうです。まあ、私ちょっとやろ。でも今日はもう久々一緒にご飯食べるから、そこはやっぱり先輩後輩だからさ、ちょっと美味しいすき焼きを食べたいな。任せてください。そんな自信満々に言えるの。え、どっから湧いてくの、その自信。え、これ別にあれっすね、このなんか割るとかあります、割るとかあります。もうこのまま大丈夫、大丈夫だと思います。そうっすね。まず何風なのかな、今日のすき焼きは。今日のはやっぱりあの LOL 流っていうの。勝手に名前つけて。え、でも、うん、あの硬くなる要素のやつがない。あ、しらたき、最後じゃん、しらたきはがなんか硬くなるような気がするんですよね。硬くなる、硬くならよ。なんかお、じゃお肉がなんかありますよね。糸こんにゃく、糸こんにゃくの横に、こんにゃくを入れると。すごい、当たってるよ。ほら、え、これちょっと弱めた方がいいですよね、これ。あ、もうブツブツ、ブツブツ言ってます。なんかだいぶ噴火してるけど大丈夫？いや、この間さ、ほら、どういうことですか？ゆうすけのさ、はい、ドッキリやっててさ、はい、やっぱりキャンプ場でカレー作ってたじゃん。はいはいはい、はい、嬉しい、見てくれてるの。見てるよ。ありがとうございます。嬉しい。で、ゆうすけはさ、主役で作ってなかったじゃん。はいはい、作ってなかったですね。はい、どう考えても、はい、キャンプのカレーって、はい、なんかみんなでわーわー作って食べるから美味しいんじゃないの。あ、まあまあまあ、確かに確かに、僕たちも夢中になって夢中になって、それで、あ、できたと思って、その過程を楽しんで食べるのが美味しいんじゃないの。そうですね、キャンプはもうそういうもんですもんね、そもそも。そう、だから、俺、もうずっと見てて、ゆうすけがさ、うん、うまい、うまいって。あれ、ひどいですよね。もう、悟り開いてたみたいにさ。暇すぎてな、多分あの人待たせすぎてる。だから、これも、すき焼きもこの家庭がさ、いいんじゃないの。そうですよね、家庭大事ですね。家庭大事だよね。お肉じゃあ、でもね、まあもてなす会やったんで、あれは。そうか、そうか。ゆうすけをもう何もせずにっていう、何もせずにだよね、誕生日なんで、みたいな。今日はこうさんを、そうだよ、久々なんだからさ、お金させてください。
で、逆にお肉がもう硬くなってきちゃうので、もういただいてもいいかなと思います。なので、はい、まずあの卵を割っていただきたいんですけど、はいはい、あのここで僕ちょっと豆知識なんですけど、はいはい、卵を割るときに皆さん角で割ろうとするんですよ。ああ確かに。じゃなくて平らなとこで割ると綺麗に卵割れる。え、そうなの？ほんまに？これは本当なんですよ。え、聞こえていいの？はい、そうです。もう平らなところでやった方が何回打つのがいいの？綺麗に割れる。ちょっと見てください。だいぶ崩れてるわ。でもこれ本当なんですよ。これ実話です。これ絶対来すぎた。多分ちょっと僕トレーニングちょっと綺麗に来た。来たこれはあの本当なんですよ。なるほどね。適当なことじゃない。なるほど。ちょっとお肉が硬くなりそうなんで。これでそのまま TKG いけるよ。来ちゃいますね。絶対美味しい。え、もうできたの？お肉はできてます。早っ。お肉はできてます。あっという間だね。はい、じゃあちょっと、はい、今肉あるよ。お肉ある。もうできてるみたいだよ。もうかも。いただきます。いい匂い。ありがとうございます。おっ、どうですか？これうまい蜜があるだよ。おお、いただきました。食べ物だぞこれ今。いただきました。ありがとうございます。ラオティ美味しいよ。出た。まあお肉今やほんまに入れただけ。まだあでも本当に美味しいんだよそれは。割とのキノコとかも柔らかくなってきたんで、うん、なおち、あの味見してみ。あ、ほんとっすか。いただきます。あの自分で。あ、えのきもいけるじゃないですか。全然いい感じなんで。うわ、おいしい。あのね、なおちはえのきでダジャレ作らせたのめちゃめちゃうまいんだよ。えのきのダジャレっすよね。うまいんだよね、だってね。ちょっと待ってくださいね。何個もあるんで、ちょっと 何するか選びます、ね、そうだよな、迷っちゃうね。そうなんですよ。じゃあ、えのきをここに入れながら、なんか一言言ってもらえると。はい。じゃあ、ちょっと、あの、何個も大根があるから。あ、何個もあるんだもんね。何個もあるんですよ。迷っちゃうんだよね。そう、本心のやつ、どれにしようかなって引き出しから、はい、はい、そうなんですよ。早く入れてあげて、コウさんちょっと待ってくれて。あ、ちょっとでも、まだ、あ、春菊食べてください。あ、美味しい、春菊も美味しい。えのきが来るかな。もういいんじゃないの、もういいんじゃないの。もういいんすかね、これ。いいんじゃないの。本当っすか。大丈夫っすか。食べ頃じゃないの、えのき。えのきの、えのきの、えのこういう時どうするの、いつも。もうほったらかしです。でもね、ちょっといや、でもこんな1個聞いてもらっていいですか。普段やったらポンポン出るんですよ、割と。そう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 。分かる分かる。今ちょっとド緊張しちゃいました、ね、こうやって振ってくれる人がおらんから。そうなんだ。そうなんだ。僕自分で勝手にポッて言うだけで。昔よくやってたもんね。そうなんですよ、ね、多分ちょっとやっぱ無茶ぶり。いろいろ筋トレとかしすぎて衰えてきた。衰えてきちゃいました。筋トレしてる時全くそういうの言ってなかったんで。これも伏線だよ、ちゃんとフラグ立ててんで。なるほど。でもはい、いただきます。このお肉は何だろう。それはどうする。これは旨味がぎゅうぎゅうに詰まった牛肉です。ダジャレでさ、何でもなんか、まあ、ぎゅうぎゅうってことか。笑顔でさ、ぎゅうぎゅうで。僕はお肉、ロース食べたいんだ。あ、ロース食べたい。これロースで、これ。あ、これロースだ。そう、ロースを食べて、なんか一言言いたいんだよ。もうやだ。なんかロース食べて一言言いたいって。
ったんで一言言ってくれるらしいよ。なんすかね。ね。楽しみよ。そのためのウシシだからさ。そうなんですよ。そうっすね。そこでその気の使い方やっぱチームワークだなと思ったよ。はい。じゃあシュートはモカが決めてくれる。ねえもう本当に嫌だ。アシストしてくれる。どうどうしたのね。牛肉食べて頑張ろう。うまい。よくなかった。優しい。よかったんや。いやマジでよかった。優しい。いけるじゃん。これでいけます。めちゃめちゃいけた。もうロース何種類も今。この間あの、はい、九州でいつだっけ？8月の九州のライブが8月10、11でやるんだよね。はい、で、あのインスタだっけ、グッズのなんかあげてたの。そうですね、インスタです。そうで、グッズの会議が何やる、はい、ミーティングしてた。そう、それを見ててさ、行きましょう。ノーティーエイクデザイン書かせていただきます。で書かせていただきましたですね。もう出来上がったんだ。はい、そのミーティングの時に何か直っていいかしたらいいんじゃないみたいな、そういう話になって、ね、はい、キーボードが、まあ、前々から絵を描くの好きなんで、別にでもそれを商品にするとか全く考えてもなかったんですけど、なんかそれをやったらいいやんって、まあ、メンバーに言われたから、まあ、じゃあやってみようと思って、で、まあ、ファンの皆さんにもまあ喜んでもらえたら嬉しいなと思って。いや喜ぶよ。だってやっぱメンバーがさ、書いたものがグッズになって、それで8周年のものだと思って、はい、嬉しいよね。はい、プロデュースなんて結構喜ばれる。いやー、ね、嬉しいじゃん。いや大反響。全然いやまあ全然っていうのもあれですけど、えちょっと待って、モカはそれでどう思ったの見て。可愛いと思いましたよ。可愛いと思ったの。はい、独特で、あ意外にいけるなと思った。はい、でだからあのファンの人からも結構反応来てるんだろうなと思って。じゃあもうそれあの動画出した後は大反響、うるうるみたいな感じがみんな。僕もそう思ってたんですよ。僕もそれ初めてだもんな。後にめっちゃ期待してたんですよ、コメントを。そういうでナオティが書いてくれたの絶対買うねとか、サーチしてたんだ。めっちゃ可愛いとか僕それも待ってたんですよ。でもういくら見てもそういうコメント全くなかったで、まあ別に例えばモカちゃんのことが好きですっていうファンの子が、うん、何も反応ないんやったら、まあ、まだ大丈夫なんですよ。あ、まあモカのことが好きやからなって、うん、なるほどね。でも僕のことを好きでいてくれてるファンの子も推しのね、何も、うん、何も反応なかったんですよ。えっと思って、気づいてると思ってじゃあ文章にも書いてたしだ。書いてるんすよ。宮本直人が今回はプロデュースみたいな絵描きました。おーとかもない、なかった。うびっくりしました。刺さらんかったかな、そう絵はもしかしたら。そんなに絵が悪かったのかなと思っちゃって僕めっちゃ自信あったんですよ。結構可愛く描けたって思った。いけてると思って9周年なんで、なんかまあ9をモチーフにしたのキャラクターみたいな感じ。おーいいじゃんいいじゃん。で、アメちゃん持ってみたいな、ちょっと可愛らしい感じのやつにしたんですよ。工夫があるね。そうなんですよ。で、それぞれにメンバーカラーを入れてるんですよ。え、そうなの。だから本体は、まあ、ピンクで、アメちゃんのところに緑。あー、もかや。で、鉢のところとカバンのところに黄色。で、帽子かなんかに、帽子か靴かに青が入ってる。で、文字に赤でユウスケ。すごい、ちゃんと考えられてる。考えてるじゃん、メンバー。全部入れてるんですよ、うんうん、メンバーカラーを、うんうん、何の反応もない。家じゃなくて、びっくりしました。いや、そこがすごいとこだよね、やっぱね。そこがね、俺ね、やっぱりLOL と一緒にいたり仕事したりしてて、どっかでナオティにかなわねえなって思うとこあるのよ。ここだねやっぱり。だってさ、ちょっとでも何かあったら反応されちゃうもん、やっぱり少し。
なるほど。絶対反応されちゃうじゃない、はい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 、例えば今度新しい振り付けしますとかさ、はい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 、じゃあ僕が振り付けやりますってなんか反応されちゃうじゃん、分かってないじゃん、で送ってくれます、ね、それをさしないんだよ、ある意味いいファン、すごくない、いいですかね、うん、いいです、いや、いい悪いじゃなくてすごい、いい悪いじゃなくてすごい、すごいと思う、だから俺にはこれはないないものだなってやっぱここなんだね、やっぱね、ね、今回のトートバッグ全然売れなかったねとかなったら最悪ですよ、確かにちょっと売り上げによってはもしかしたら、うん、もう一生やりませんってなります、ではみんな買ってください、お願いします、本当にそこは絞れない、そこはYouTube でも宣伝してる、そうだよね、だってもう、もうデザイン9周年やったことが初めてなんで、今ワクワクなんだけど、その時点でやべ、売れなかったらどうしようとは思わないもんね、これからだ、峠は結果見て、これで例年より売れてませんか、デザインが悪いもんなったら、そうそうそう、デザインが悪いって感じですから、やばいやばいやばい、これそんなに広いお店じゃないので予約できるとかが、向こうさんにもお渡しします、宣伝してください、じきじき、僕は絶対持ってちゃんと歩くし、どんな絵でもさ、これ微妙やなってなったやつでもさ、え、負担持ちできる、普段持ちできます、普段持ちですか、うん、多分できます、普段のトートバッグなんで、あ、普段持ちできる、多分できます、あいつ、じゃあ、でもめっちゃシンプルなんですよ、そう、だからコウさん用にカラフルにしなきゃいけないから、めちゃくちゃシンプルです、普通の、あの、ベージュ、うん、みたいな、でも、LOL っていうのはわかる、いや、それは絵見たら、絵見ただけでは絶対わかんない、でも下に文字は書いてる、文字は書いてる、はい、ファンズ、なるほど、あんだけ歌ったいいじゃん、かわいいっすよね、かわいいっすよね、うん、キーホルダーもシンプルだけど、これいいじゃん、キーホルダーのやつが、あの、色付きなんですよ、なんだろうね、うん、あ、キーホルダーこれ欲しいわ、あ、ほんとですか、マジ欲しい、色付きで、で、カバンだけ色が使えなかったんです、うん、だから、黒字シンプルだよね、はい、あ、でも、ちょうどいい位置にあって、いいじゃない、本当に優しい、いいと思うよ、これ、そう、もうキーホルダー絶対これ持って、なんかご利益ありそう、おぉ、なんだ、いいじゃん、びっくりした、心配したよ、いいいいいい、だから僕は、あ、いいのかけだと思ったんですよ、合ってる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 、大丈夫大丈夫、お父さんにしてます、あ、合ってる合ってる、もうこれで売れますよ、コウさんですかっていう、間違いは商品にもう間違いはないんで、反応だけちょっとでもいいんで、今反応するととてももう直っていうか、もう何回も見ますから、そうですね、もう何回見ても喜ぶんで、あのそれ見れたら幸せです、僕は、いい、よかったね、キャンプを楽しもう、はい、みゆちゃんも参加です、はい、じゃあ、スマホ出して、スマホ出して、はい、みゆちゃんは大丈夫、今食べてて、食べてて、で、みゆちゃんの審査員だったの、何が行われるんだ、怖い怖い、まず、画像で、はい、最近食べた美味しいものの写真、あー、なるほどです、自分のフォルダからってこと、フォルダから、うわー、最近食べた美味しい、多かったものですか、ね、誰が一番、あの、これ美味しいのを出したかっていうのをみゆちゃんに選んでもらう、うわー、はい、わかりました、え、これは独断と偏見で、独断と偏見で、あ、ごめんなさい、よし、これだ、あー、でもなちょっとあ、ど、な、さ、さ、先が嫌とか言って、じゃあ、最初じゃないです、おお、じゃあ、画面に向かって、ちょっと、あの、見栄えはそんなに良くない、でも、美味しいもの、僕が食べて、もう、めちゃくちゃ感動したものです、はい、韓国で食べたカムジャタン、
おお。強っ。僕この間初めて韓国一人で行ってきたんですよ。そこで、カムジャタンの名店があって、そこは24時間やってるんですよ。で僕そこに行きたくて、もう行列になっちゃうんで、昼間とか行ったら。だから僕朝の9時ぐらいに行って食べました、一人で。あ、みゆちゃんどう？カニでしたっけ？カムジャタンはジャガイモとかお肉とかがなんかホロホロになって入ってる、鍋みたいな。鍋なんや、美味しそう。カムジャタン辛い感じで、ちょっと辛いんですけど、そんなにめちゃくちゃ辛いとかじゃなくて名店なんですよ。名店で、しかも僕韓国に超プレゼンするやん。超プレゼンするやん。画像勝負だから。画像勝負だから。私にもあかんねん。そうなんですか。ある程度はいいよ。ある程度はどこどこの何ですはいいけども、これも自信あるよ。あ、本当ですか。私先ほど1位ですか。いいよいいよ。はい、私はこちらです。ドン、由比ガ浜の、あの地元の人たち通う定食屋さん。おお、これ2000円しないかったはずです。すごない？ねえ、ちょっと反応してよ。2000円、確かそれぐらいで、このボリューム差です。確かに。で、魚も4種類食べれる。ちなみにさっきの1000円ぐらいなんです。やっぱり値段上げてきた。最近僕が食べて美味しかったのは、まあ映えも含めてですよ。じゃん。これ麻布十番にあります、肉に金棒というですね、焼肉屋さんで、ミシュランのシェフが作った、クロワッサンにヒレを。焼肉屋さんで映えるんです。それお皿はどうなってるの？これ実は球体で映えるようにこれを乗っけてます。強い。これはちょっと絵力も、絵力あるでしょ、じゃあみゆさん判定は。ダントツでこうさんです。弱い。これは負けます。これは負けます。だからこういうことだって言ったじゃん。そういうことか。なんか間違えてる。アートだから。普通に美味しかったものを出しちゃいました。え、本当にね。アートじゃなくて、映えも映え力もね。映えが重要なのか。なるほど。確かに絵力から大切だよね。よし、これいってみようかな、ちょっと。はい、ありました。はい、早っ。はい、ちょっと、もう変化球でいっぱしようかな。本当ですか。僕ちょっと王道いっちゃいます。嘘。じゃあ、俺から行こうかな、変化球。あ、OK です。もう、みんなに関係してます。ちなみに ABEX 36周年ですね。でそこで36周年で10階の、レストラン、あれストアあるじゃないか、カメラ、あそこで社員の方に配っていたエクレアがありました。それがこちら。とんこれ本当に写真ですか？ ABEX って書いてある。本当だ、おしゃれすぎ。ちょっと、もう出すの嫌。もうか。なんで？これすごい。アート。アート。これは映え。さらにもう一つ付け加えると、エクレアをこうやって36にしたっていう。まあエクレアですからね。はい、じゃあ行きます。はい、まあこれ別に特になんかエピソードがあるっていうわけではないんですけど、単純に映えな、美味しかったものです。はい、うわー、こちらですね、シャトーブリアンです。しかも上に金粉が乗っております。しかも下から煙が出ております。うまや。お、うわー、結構これ強いね。結構強い。しかもおしゃれ、おしゃれ、おしゃれですよね。おしゃれ。昨日食べたい。
分後乗っております。シャトル いいじゃん、うまく撮れてるじゃん。ですよ。あ、何もう一回なんか今変えてない。いきます。はい、私の最近食べたおしゃれ料理こちらです。どう、オーストラリアのラーメン。わー、何それ危なかったえ、でもすごくないですか、オーストラリアのラーメン。ラーメン&餃子パン。そう、え、はい、どう、これ映え。おー、まあ、オーストラリアっていうことが。え、そうそうそう、そうです、そうです。そう、日本じゃなくて、うん、ラーメンが存在したというすごい写真だと思います。じゃあ、判定お願いします。はい、緊迫の乗ってるシャトーブリアン。いや、これはなんかどうやって食べるのか気になる。焼いて、普通に焼いてですね。もう切らずに、いや、切って、あの店員さんが切ってくれて、それで。あ、なるほど。これやっぱ映えがすごいよね。もうエクレアもすごいですね。ラーメンもすごいですよね。ラーメン、やばい、やばい、メールが温かもから出ちゃう。メールが以上、最近食べた美味しいものでした。